はい、ファミコンウォーズの話。ファミコンウォーズの話。ファミコンウォーズっていう、まあ、戦略系のゲームソフトがありまして、大戦略とかと一緒のような系統ですかね。こうマス目を動かしていって、マス目を駒を動かしていって、自軍と敵軍がね、ユニットが戦うみたいな。で、単性で一回全部の駒を動かしたら相手のターンだって全部駒を動かすという、そういう、ことで、だから将棋の一手差しとは違うんで、はい、というわけなんで、まああれなんですけども、将棋とかとは違うんだけど、まあマス目としては将棋みたいな感じね。はい。で、ファミコンウォーズをやってて面白いなと思って。で、中でね、私が一番面白いというか、なんというか、印象に残ってるのが、強い航空機があるわけですね。爆撃機とか。うん。これは敵地まで飛んでって、爆撃して、そこのユニットを破壊するとか、隣接したユニットを破壊するとか、あと、敵の司令部を破壊するでもいいですね。でも敵のですね、主力をこう破壊するみたいな。歩兵とかをね、爆撃してもあんまり効果ないというか、見合わないわけですね。あの、お金的にもね。爆撃機はすごく高いので、歩兵を一個一個潰しても、あんまり意味ないって、向こうはどんどん増産するからね。だから、高い戦車とか、高いその、なんていうか、大砲とか、あとまあ司令部的なものとか、それを破壊しとくと見合うみたいな、そういう、ユニットね。つまり、空を飛ぶようなユニット、ヘリコプターもそうだけど、と、地面をね、行くような歩兵とか戦車とかが同じね、平面上にいるわけです。つまりどういうことかというと、ユニットがいるとこには敵のユニットは入ってこれないわけ。ということは、壁みたいなことができるわけね。ユニットバーって並ぶとそこは通過できないわけ。もう一つ言うと、囲碁のような敵を囲むってことができるわけ。例えばですね、飛行機が飛んできますよね。敵の飛行機が。で、爆撃機飛んできますよね。で、危ないんで、歩兵で周りぐるっと囲っちゃうわけね。そうするとどうなるかっていうと、その爆撃機が動けなくなるわけ。うん。で、もちろん爆撃機としては動けないと仕事にならないから、歩兵をね、一個一個潰すんだけど、でも、歩兵だからね、どんどん増産して、また二重三重に囲めば、抜けられないわけ。爆撃機が。で、結局、爆撃機は仕事はできないとかね、いうことが起きるわけ。これは、実際の戦闘とは違う、ことですよね。だから、空を飛ぶ、空軍ね、と、陸上の陸軍が全く同じ平面上で戦うっていう奇妙な、ことが起きてるわけ。だから、実際の戦闘とは、別になるわけね。うん。もちろん、空の方が強いですよとかね。対戦車ヘリの場合は、戦車に非常に強いですよって、そういう、得意不得意とかね、表されてるんだけど、さっきの歩兵で飛行機を運んじゃうみたいな。これって実際絶対ありえないですよね。空飛んでっちゃうから。だから、なんていうんですかね、その、解決はできなかったんですかっていうことと、それをね、悪用した戦法が面白いねっていうね。そのルールのね、ルールっていうかそのゲームの特性ね、全部一緒の平面ですよみたいな。それを利用して歩兵で囲むとか壁を作るとかね。それができるんですよってことが、裏技的に楽しいというか。うん。これはあると思うんですね。確実に。はい。というわけでね、ファミコンウォーズ、はい、楽しませてね、もらいましたね。